あたし、リョウのベース好きだし。え、ポーチちゃん限界すぎる。ごめんね。やっぱりちょっとは遊ぼうかな。ギター、そんな拘束はないでしょ。ああ、ポーチちゃん絶対嘘ついてるよね。え、えい、次はノルマの話。帰ってください、そろそろお店始まるので。なんでそうなる。お、逃げたギター。未だにぬいぐるみ抱かないと寝れないくせに。スターリーはね、お姉ちゃんが私のために作ってくれた場所なんだよ。それギターだよね。弾けるの。え、ポッチちゃんが爆発したんした。誤解を生みそうな発言やめて。明日の練習はみんな優しく迎えてあげよう。おー、いいね。うっさ。なになに、どうした。どういう意味じゃ。ポッチちゃん大丈夫かな。え、違うんですか。体育祭で見るやつ。あのね、ポッチちゃん、でもあんま言い方しなくてもさ。ノリ、私たちとバンドやろう。だから私の本当の夢はね。すみません。じゃあなんでいつも安酒ばっかり。ああ、ぼっちちゃん待ってよ。ふざけちゃダメだよ。絶対大したことしたと思ってる。って荒いの。お姉ちゃんに会いたい。そうかな。おいしくなる呪文ってやつ一つください。おおーい、ぼっちちゃん、この音新曲で使えるかな。そう、スーパーぼっちちゃん、多分理解しなくても大丈夫かも。どこが褒め言葉に聞こえた。ぼっちちゃん、まず息しよう。よく言うよ。いきなりごめんね。今日楽器屋さん行くんでしょ。体育祭に相当なトラウマが。ね、きたちゃん。あ、なんだ、ぼちちゃんか。おはよう。ぼちちゃんは大丈夫。最後のセリフさえなければ感動したのに。おお、でかした。ほら、誰が自由行動って言ったかな。この前のバイトも風邪ひいて休んじゃったし。はい、いらねえ。だって今日暑いからね。売れないお笑い芸人みたいな人出てきた。一緒に頑張ろう。それじゃ撮るよ。楽しかったよ。じゃほら見て。まったく、落ち着いた。ここ入ろう。わ、なんだこれ。わかる。あ、うん、そうだね。あのさ、海でかい。あ、いいんじゃない。よくわかんないけど、エナドリたくさん買ってきたよ。ゴーロック好きなんですか。けども、何の話なんでしょ。なんかおつやみたい。ポチちゃんでお金儲けしようとしないで、あれを相手にするのは分が悪すぎる。大丈夫かな。ね、出てきて。ダメ。これなんです。でもまだぼっちちゃんには秘密だよ。じゃあ明日よろしくね。うわ、ごめん。とりあえずこっち向いて。これはあれだね、ぼっちちゃんも思ってるでしょ。今更だけど、そういえばギターも一緒だし。ケチャップの程よい酸味とソースの甘さが溶け合い、温かな家庭を感じる味に変わった。そんな枠結構です。うちのお姉ちゃんあれなの。チュン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 、デレーみたいな。お姉ちゃんの分まで人気のあるバンドになること、スターリーをもっと有名にすること。ちょっとフォローして。あ、ぼちちゃん、土管の中引きこもらないで。あ、これが漫画でよく見るドラマ孤独問題か。あ、私もギターとベース楽ガチャおうかな。え、普通に弾くようでだよ。私もそんなに乗り気では。来たった、いつになく眩しい。私のバンドで今日だけサポートギターしてくれないかな。ぼっちちゃん、もう時間ないから頑張って。今日はどのバンドを見に来られましたか。新曲もみんなで合わせたいし。ちょっとガチで感謝されると胸が痛むじゃん。もうたくさん食え。ぼっちちゃんが獲物にされてる。え、現実逃避しないで。え、どこから出した。冬とこまだまだだな。でも私確信したんだ。それ慰めてんの、けなしてんの。なら最初からにじかちゃんがデザインすればよかったのでは。どうでも言いたげな目だね。私下北沢高校2年、いちちにじか。